私は奏で、もうすぐ結婚式を迎える幸せいっぱいの新婦。式の準備も大詰めで大忙しの日々。ふう、出席者はこれで確定ね。ん、知らない番号だ。誰からだろう。もしもし、奏、久しぶり。ソプラノ高校のエミリーだよ。わあ、久しぶり。エミリーちゃんは高校の同級生。連絡を取るのは彼女の結婚式ぶり。春から聞いたよ。結婚おめでとう。ありがとう。それでわざわざ電話くれたんだ。春ちゃんも同じ高校の同級生で、私の10年来の友人。今度の結婚式にも参列予定だ。ねえ、結婚式には呼んでくれるでしょ。私の式にも来てくれたしね。どうしよう、招待するつもりなかったな。確かに私は彼女の式に参加した。そんなに仲良くなかったのに、なんで呼ばれたんだろうと思ったら、元クラスメート全員が参列していた。お総会じゃん。目立つの大好きエミリちゃんならやりそうなことだった。彼女の目立ちたがりは入学当初から伝説級。入学式だから気合い入れてきたよ。ガウン脱ぎなさい。化粧とネイルも落とすパンに。キラキラした自分を見てほしいのだ。クラスを盛り上げるのはうまいけど。学祭だよ、みんなで盛り上がろう。イエーイ。出し物は演劇、シナリオと主役はエミリーに任せて。人の気持ちを汲むのは苦手。かなでやる気あんの。人前で喋るの苦手で、裏方がいいな。なんで文句ばっかり言うの。奏のせいでみんなが迷惑してるんだよ。ちゃんとやって。正直、学生時代からエミリちゃんのことは苦手だ。奏ってほんとできないやつだよね。見た目がまずダサい。どうして私の式に参加したいのかわからない。私にとってエミリちゃんはただのクラスメート、式に呼ぶような関係ではない。しかし、招待状楽しみにしてるよ。そんな風に言われたら断れないよ。すぐに出すから、ちょっと待っててね。楽しみにしてる。じゃあ、なんだか気が重いな。大丈夫。アルト君、彼こそは私の自慢の夫。結婚式の準備で疲れてるんじゃない。なんか手伝うことある。いや、いいよ。だって式は私がやりたくてやるようなもんだし。俺もやりたいよ。可愛い新婦自慢したいし。可愛くなんてアルト君に釣り合う自信ないよ。おいおい、これ以上自虐続けるなら喋れなくするぞ。ほら、続きは式の準備終わったからな。うん、早く終わらせよ。早く続きしたいんだ。いや、違わないけど。まあいいや、だって幸せだし。数日後、友人のハルちゃん、ラムちゃんとランチをしていた時のこと。エミリが式に呼べって？ごめん、この前同窓会で奏の結婚を教えたからだ。いやいや、ハルちゃんが謝ることじゃないよ。まあ、祝ってもらえるのは嬉しいし。あれ？すごい不安そうだね。同窓会の時、エミリがすごい荒れててね。荒れてた？あの子結婚して3年目でしょ？いろいろ思うところがあるみたいで。結婚は墓場よ。降りよ。一人で自由に生きた方がいい。だからみんな、結婚なんて、やめなさい。今すぐ彼氏と別れなさい。そんな感じだったんだ。気分がうまくいってないからって他人の不幸も願うなんてね。ますます結婚式に来る理由がわからないよ。単純にパーティー好きだからと考えることもできるけど、嫌な予感もちょっとするよね。でも大丈夫、エミリーは私たちが管理するから。奏は何も心配しないで。ラムちゃん、アルちゃん、ありがとう。こうして結局はエミリーちゃんを招待したのだった。そして迎えた結婚式当日。新郎新婦の入場です。おめでとう。奏で綺麗だよ。ありがとう。え、エミリちゃん服装が派手すぎ。いやー、みんな私を見て。主役はあんたじゃないのよさん。あ、奏でおめでとう。てか、メガネとドレス合わなすぎ。相変わらずダッサいな。よく結婚できたよね。ひどい、私の結婚式なのに。アルト君にも申し訳ないよ。おい、お前本当に新婦友人か。はあ、え、この人新郎？めっちゃイケメンなんだけど。
あんたもう黙りなさい。奏と新郎釣り合ってなくない？結婚先じゃないの？そんなわけないでしょ。奏、大丈夫か？はあ、イケメンめっちゃ優しいじゃん。てか公衆の面前でイチャついてんなよ。イラつくな。じゃあ結婚式来るなよ、ヌサ。ショックをこらえて披露宴を進め、ブーケトスの時間に。次の幸せは誰が受け取るのでしょうか？行くよー。これはラムにも譲れないわ。私も本気で取りに行くからね。そーれ、イエーイ。は？エミリー？あんた既婚者でしょ？イエーイ、ブーケキャッチしたエミリーです。綺麗な子だな。ブーケもよく似合うわ。こっちも向いてくれ。もうエミリー目立ちすぎ。目立って何が悪いの？みんなだって綺麗なものを見たいでしょ。カナデみたいな地味メガネなんかよりさ。そんな確かに私は目立つの好きじゃないけど、だけど今日だけは主役でありたかった。おい、あんな女より奏の方がずっと綺麗だよ。アルト君、奏以上に綺麗な人俺は知らない。大げさだね。アルト君が見ていてくれるならそれでいいや。ありがとうね。もう大丈夫だから。あの目立ちたがり女追い出すか。ううん、せっかく来てくれたんだから楽しんでもらおう。優しすぎるんだよな。まあそこに惚れたんだけど。またイチャイチャしてる。結婚式ってそういうもんでしょ。ハルが受け取るはずだったブーケが。披露宴は進み、ファーストバイトの時間に。共同作業でしたケーキ、早速新郎新婦で食べ合っていただきましょう。まずは新郎から新婦へ。食べるものには困らせないよ。そして新婦から新郎へ。毎日美味しいご飯作るね。なんでダサメガネの奏があんなイケメンと。私と変わりなさい。いや、あんた既婚者じゃん。イチャイチャばっか見せられてイライラが収まらないわ。なんで結婚式に呼べって言ったの？それではしばらくご歓談ください。お写真もこの間にどうぞ。写真とかうっつー。ん？そうだ、いいこと思いついた。かなで、写真撮ろうよ。エミリーちゃん。エミリーが真ん中じゃダメよ。わかってるよ。ね、ケーキと一緒に撮りたい。その方が映えるでしょ。どう？こんな感じ？だからエミリーが主役じゃないんだって。わかってるって。ほら、かなで、こっち来て。はい、これ。ん？シャッター係、よろしく。あ、おいお前、いい加減にしろよ。きゃー、新郎さん怖い。怒っても超イケメン。ツーショットいただきます。全然怖がってねえな。マジでいい加減にしなさいよ。会場から放り出すよ。ごめんごめん、冗談じゃん。賑やかにしたかっただけ。私やりすぎだったかな。嫌な思いさせてたらごめんね。エミリちゃん、本当におめでとう。すっごい素敵な旦那さんじゃん。見てるこっちまでハッピーな気持ちになっちゃった。幸せのお裾分けありがとう。いつまでもお幸せにね。エミリちゃん、ありがとう。わがままなところもあるけど根はいい子なのだ。エミリちゃんを呼んでよかった。ほら、今度こそ写真撮るよ。ケーキのそばに来て。うん、よかったな、かなで。うん、最初から素直に祝えばいいのに。それでは撮ります。3、2、1。もっと楽しい披露宴にしてあげる。ほら、うわー、奏、ちょっと何してんのエミリー。いやん、手が滑った、ごめん。いや、わざと押したでしょ。まあまあ大丈夫だって。ほら見て、地味メガネがケーキまみれ。面白い。この方が絶対いいよ、奏。笑いをありがとう。何よ、楽しくしてあげたのに感謝はないの？信じられない、最低。あんた人として終わってるよ、なさ。みんな真面目すぎちゃう。俺はこうなってよかったと思ってる。アルト君、さすがイケメン、ノリがわかってるわ。ほら、奏で、顔を拭いて。なんでこんなことに、しかもアルト君まで。奏で、顔を見せて。やだ、ぐしゃぐしゃだもん。そんなことないよ。ほら、奏以上に綺麗な人俺は知らないよ。はあ、本当に綺麗じゃない。
おい、神父めっちゃ美人じゃねえか。メガネで印象変わりすぎ。むしろなんでメガネしてた。メガネがないから人の顔がぼやける。あ、どうしてそうなるの。意味わかんない。エミリの方がキラキラしてるもん。写真撮らせて。お二人似合いすぎ。みんなこっち見てよ。エミリ綺麗でしょ、輝いてるでしょ。これじゃまるで奏が主役じゃない。最初からそうなのよさ。誰の結婚式だよ。おい、礼を言うぜ、目立ちたがり女。奏のメガネを外す事態にしてくれて。こんなはずじゃなかったのよ。じゃあどういうはずだったんだよ。それはケーキにまみれたピエロ役の奏がますますエミリの輝きを引き立ててくれて、イケメン新郎がエミリにプロポーズなんて計画を。イケメン本人の前じゃ言えないけど。おい、全部声に出てんぞ。まあ奏の魅力を公開できたからいいや。前座ご苦労さん。エミリが前座。こいつもう追い出して。もちろんそうするつもりよ。なあ、すー、こんなはずじゃ。エミリを差し置いて幸せになるな。ダサメガネのくせに幸せになるな。最後まで悪あがきするエミリちゃんだったが、もはや誰も注目していなかった。その後大盛り上がりの中、披露宴は終了。よっ、美男美女、いいもの見せてもらったよ。メガネ外すだけでこんなに変わるなんて。その方がいいって俺ずっと言ってたじゃん。片付けも終えた私たちは4人でささやかな二次会へ。手伝ってくれてありがとうね。全然楽しかったと思いきや、ねえ、あれ、そこにいたのは飲みつぶれたエミリちゃんだった。なんで私は幸せになれないの。幸せだからでもガチか。なんで誰も私を見てくれないの。悪い意味で注目されてるけど。あの、エミリちゃん大丈夫。うるさいわね。そうよ、妬ましくて体をケーキに突き倒してるよ。これも逆効果だったわけですけど何か。私心配してあげてるんだけど。ほっとけ、救いようのない女だな。アルトの言う通り、行くよ。かなで、でも、ねえ、自分でやって分かったんだけど、エミリちゃんの結婚式は準備すごく大変だったよね。でもその分すごく素敵な式だったよ。私の結婚式。そう、あの日は全てが素晴らしくて、エミリはキラッキラに輝いていて、みんながエミリを見ていて、旦那もエミリのこと世界一綺麗だよって。そう、あの頃の旦那エミリのこと見てくれてた。だけど今は。なんでエミリ綺麗じゃなくなった。今でも見た目は綺麗だけど、だけど見た目の問題じゃない気がする。見た目良ければ全てよしじゃないの。絶対違う。気持ちはどうなの。結婚式の時と同じ気持ちで旦那さんと向き合ってる。あの頃の気持ち。自分の外見磨きに夢中で旦那さんのことおろそかになってない。確かにそうかも。鏡ばっかり見るのやめろって昨日も怒られた。結婚式にそのドレスはやめろって今朝も怒られた。常識的ないい旦那じゃん。問題は見た目じゃないんだよ、ハートの問題。見た目じゃなくて中身を磨くってこと。うん、そうしたら仲直りできるよ。大丈夫。奏で、なんていい子だろう。私はあんなひどいことしたのに。体は見た目も中身も宇宙一綺麗な子だよ。エミリは厳禁な子だな。ねえ、今度は心の底から言わせて。本当におめでとう。そして末永く幸せでいて。どうもありがとう。最後にはお祝いの言葉を残して帰っていったエミリちゃん。旦那さんとは仲直りして今も続いているらしい。
アクシデントありまくりの結婚式だったけど、それもいい思い出になった。かなでがメガネを外すシーン好きだわ。もうアルト君、何回見てるの？俺の妻は宇宙一綺麗だからな。もう大げさだってば。結婚式は楽しかったけど、みんなの視線はいらない。アルト君が見てくれていたらそれでいい。ラムよ。アルだよ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。全然エミリーのこと止められなかったわね。手ごわすぎたのよさん。まさかあんな方法で神父をケーキに突き飛ばすなんて。あんなの止められる人いないのよさん。みんなだったらなんとかできそう。よかったらコメント欄で教えてちょうだい。動画の感想も待ってるよ。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。またね。